いらっしゃい。こんな遠いところへよう来てくださいました。どうですか、童話は。なんにもないじゃろ。ご覧の通り、川以外は全部山なのです。それでもなんとか田畑を作って暮らしています。山と川と田んぼと畑しかないのです。ついでですが、ここ童話地区には信号もありません。童話地区は平成18年、2006年までは波多郡童話村という村でしたが、平成の大合併ということでお隣の大正町、そのまたお隣の久保川町と合併して四万十町東和地区となったのです。そうは言っても結婚して姓が変わっただけで東和の東和らしさはそう変わるものではありません。東和は今も東和村のまんまなのです。知る人ぞ知る鯉のぼりの川渡しです。昭和49年から始まりました。今では全国の至る所で見るようになりましたが、実はここが発祥の地なのです。始めた当時はたった26匹でした。しかしもうあげなくなった鯉のぼりが全国から送られてくるようになり、いつの頃からかこんなに壮大になりました。川に降りてみましょうか。四万十川です。ここは全長196キロメートルもある四万十川の中でもだいたい真ん中あたりに位置しています。ここから70キロメートルほど下りますと、やっと太平洋に巡り合い、四万十川の長い旅が終わるのです。全国の皆さんが四万十川への憧れを語ってくださるのですが、私たちにとっては生まれた時から目の前にある普通の川なのです。生活の川なのです。アユやウナギやエビやカニなどを取り食べる。子供たちはここで泳ぎます。私たちにとってなくてはならない川なのです。ほんの 2,30 年前の四万十川は今よりもそれはそれはきれいでした。もちろん今でもまだまだ元に戻すことのできる生きている川です。ここに住んでいる人も住んでいない人もみんなで協力して元の目を見張るほどの綺麗な川に戻すことが私たちの願いです。